ドナストリックランドはカナダの工学研究者でウォータールー大学の教授。2018年10月、アーサー・アシュキン、ジェラール・ムルと共にノーベル物理学賞を受賞した。なお、女性研究者へのノーベル物理学賞の授与は1903年のマリキュリー。1963年のマリア・ゲッパート名に続き3人目である。また同賞を受賞した女性は、 55年ぶりになる。フランスのジェラール・ムルと共に超単パルスレーザーの出力を飛躍的に高める手法であるチャープパルス増幅法を開発したことが評価された。カナダのオンタリオ州ゲルフにて生まれる。母エディスは英語の教師、父ロイド・ストリックランドは電気技師だった。大学は特に興味のあった電気工学を学ぶことのできる。 マックマスター大学へ進学した。大学では25人クラスに、女子は3人だけだった。1981年に物理工学の分野で工学の学士号を取得し、大学を卒業した。ストリックランドはロチェスター大学のレーザーエネルギー研究所で博士課程の研究を行い、1989年に博士号を取得した。ジェラール・ムルが指導教員で、 博士論文の題目は、デベロップメント・オブ・アン・ウルトラ、ブライト・レーザー・アンド・アン・アプリケーション・ツー・マルチ・ォトン、イオニ・ザ・チオンだった。1985年、ロチェスターにいた間に、ムルト・ストリック・ランドは、チャープ・パルス像複法を開発したが、これは、非常に、高出力で、超単パルス光を発生させるものであり、この業績でのちに二人は、ノーベル物理学賞を受賞した。 1988年から1991年まで、ストリックランドはカナダ国立研究機関のリサーチアソシエートを務め、そこでは超高速現象部門のポールコーカムのもとで研究していたが、この部門は当時世界で最も強力なタンパルスレーザー装置を持っていることで知られていた。 1991年から1992年まではローレンス・リバモア国立研究所のレーザー部門で働き、1992年にプリンストン大学フォートニクス光電子材料先端技術センターの技術スタッフとなった。ウォータールー大学には1997年に助教授として就職した。ノーベル賞受賞時点では準教授で 非線経口学研究のための高強度、レーザーシステムを発展させる超高速レーザー研究グループを指導していた。自らのことは、レーザージョックと称しており、その理由として、実験物理学者は手を動かすのが重要だと述べている。教授に昇進していない理由は、教授になるための新生事務を煩わしく感じて、避けていたためであると本人が述べている。 ストリックランドとウォータールー大学の研究チームストリックランドは多種ハラマン発生による超タンパルス発生や中赤外領域での二色ファイバーレーザーシステム水晶体における自己収束などの研究をしている。ストリックランドは2008年に工学会フェローとなった後、2011年に副会長、2013年に会長になり、 さらに2004年から2010年まで雑誌オプティックス、レターズの編集委員を務めた。工学会会長顧問委員会議長も務めている。2020年王立協会フェロー選出。2018年10月2日、ストリックランドは博士課程の指導教員だったジェラール・ムルと共にチャープ・パルス増幅法研究の業績でノーベル物理学賞を受賞した。 1985年、ストリックランドがまだムルの指導を受けている、大学院生だった時に、教著で観光した、コンプレッション・オブ・アンプリファイド・チャープット・オプティカル・パルセズは、画期的業績であるとみなされている。ストリックランドはこの論文著者に、スティーブ・ウィリアムソンの名前も入れようとしたが、ウィリアムソンは、十分関わっていなかったという理由で、自分の名前を外した。 ロチェスター大学のレーザーエネルギー研究所で開発されたチャープパルス増幅法のおかげで光ビームの高強度超単パルス研究が発展した。ストリックランドラの研究のおかげで高出力のレーザー光を非常に正確にコントロールして扱えるようになったため、この技術はレーザーマイクロマシニング、レーザー手術、医学、基礎研究などの分野で応用されている。 一例としては、レーザーを用いた、視力強制手術などが挙げられる。ストリックランドは、開発時に、これが、技術革新になると気づいたと述べている。ベル研究所を退職した、アメリカの物理学者であるアーサー・アシュキンは、光ピンセット技術の開発により、同時に、ノーベル賞を受賞した。女性のノーベル物理学賞受賞者は55年ぶりであり、 また1903年のマリキュリー、1963年のマリア・ゲッパート名に次いでストリックランドは史上3人目の女性受賞者である。ウィキメディアコモンズにはドナストリックランドに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。